ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよ。何じゃその曲は。ナイフみたいに尖っては触るものみな傷つけた。何やその曲は。あんま知らんのか。知らんな。ギザギザハートの子守歌や。あ、ギザギザなことかって聞いたことあるな、そういえば。ざっくりは覚えてるんだ。ざっくり。まあ大体お前は何でもざっくり。いつ頃の歌やったっけな、それは。バブルの頃か。そやな、そんぐらいちゃうか。ああ。チェッカーズや。ああ、チェッカーズといえば。思い出した。分かってくれとは言わないが。ああ、思い出した。そんなに俺が悪いのか。ああ、こういうの歌ってるとなんか燃えるの。燃える世代や。いや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 、前のプログラムがな、前は3歳やからな。なるほど。うん。それがいつの間にやらこんな野良犬の音にまみれて生きるようになり、もう15で不良で呼ばれたどころか、もう飲んだくれて倒れて道で泣いてるって感じやな。なるほど。俺は野良犬、ふるさとなんか忘れたぜ。おいえおいえ、明日はどこへ行くのやら。おいえおいえ、明日のことは知らないぜって感じやろ。ああ、いいね。今日はどうした。バッチ、こんにちは。こんにちは。今日はどうしたしまった、孔明。今日はいつになくブルージーだ。野良犬だ。さて、今日はですね、まあ僕が言ってたバークリー音楽大学ですけども、まあそこで何を教わってくるんですか。よく質問あるよね。バークリーでは何を教わってきたのですか。酒ですか、女ですか。なんじゃそら。まあイメージでものを言ってみた。バークレーはやっぱり割とシステムだってね、事業ができてますけどね。バークリーシステムっていうよね。でもまあ、習うものはハーモニーですね。ハーモニー習うの？だからジャズハーモニー、当然ね。ハーモニーってどんなことを勉強するか言ったら、結局251がどのように。もうちょっとみんな勉強して知ってると思うけど、251というね、行動進行がありますけども、これがどのように。とりあえずちょっとその251をちょっと復習だけチラッと復習してみようぜ。初めての人もいてやるからな。キーが C やったら2度マイナー7のコードだから D マイナー7で、5度7だから G7、そして1度はC のコードだね。はい、何言ってるかわからない。2度5度1度。はい、2度5度1度。これ251って言うんですけれども、まあこういう、ジャズ特有のこうね、コードっていうか和音がね、進んでいく順番って決まってる境に、その、ね、コードが進んでいく順番を教えるのがハーモニーの授業と言うんですね。で、そういったそのコードについての詳しい研究を教えてくれるのがハーモニーの授業。それからもう一つはアレンジの授業ですね。アレンジは例えばね、これにちょっともう少し、詳しいハーモニーをつけて。かっこよかったやろ。ね、こうやってこういうふうに、シンプルな曲に複雑なコードをつけて、そして、それをトランペット、サックス、ドラム、ギター、トロンボーン、ね、に振り分けて、実際に合奏やね、プレイしてみるのが、ジャズのアレンジのクラスですね。それが大体バークリーシステムの骨組みってわけか。そういうこと、そういうこと。アレンジとハーモニー。そう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 。で、それにもちろんプライベートレッスンでピアノとかギターとかトランペットが勝手に自分らの楽器のね、うん、クラスにこう習いに行くという。それってバークリーシステムって、うん、なんか画期的な法則が発明されてたりするの？音楽の。そうやな、まあドロップ2っていうのがあるやんか。うん、C メジャー7っていうコードがあったら、2番目の音を落としてドロップ2。こういうハーモニーちょっと今すぐ難しい話だけども、うん、こういうようなシステムを作り上げたらしい。らしい。昔のバークリーの。なるほどね。先生たちがね。うん。まあ今はもうだいぶ時代が進んでるからな。いろんなバークレー、まあどこの学校でもなんとかシステムはあると思いますけどね。バークレーのそういう教えるシステムって。じゃあ結構なんかあれ、このアレンジって聞いたら、あ、これバークリーシステムで作られてるなとかわかるんか。あ、そういうこと言う人もいますね。まあでもそれはでもみんなが。学生の時はそういうねシステムで勉強すると思うんだけども、まあ当然そうじゃダメでね、やっぱりプロになったらそうじゃない自分だけのスタイルのねアレンジを作っていくと思います。あれ前なラジオ局の人が言ってはったやん。なバークリーから帰ってきた人はみんなねジャズから離れてなんか和風の何かを作ったり妙な前衛的なことを始めよるとか言ってる。誰やそれ。あ、そんなふうにした。そういうのを聞いた。いやまあ全員ほどはもちろんそうとは限らへんけど。前衛っていうかな、まあとにかくだから独特なことを始めよるっていう。うん、そうやな。アメリカへ行くと帰ってそのまあ日本を出る前ね、日本出る前は。すごいもうジャズだって思っていくねんけどね。俺は本場のジャズ学ぶぜって行くわけや。そうそう。うん、でいざ本場のジャズをこう学んでると今度はじゃあ一体僕の体の中に流れてる音楽は何やねんっていうのをね、考え始めたりしてね。まあ結構そのね日本的な曲って素晴らしい曲がいっぱいあるやん。それも一緒に取り入れたら面白いんちゃうかって。まあ自分のまあ前からある知識が体に入っとるもんとかそういうもんを引き出せるってわけやね。そうやね。だから黒人は黒人さんの昔から自分の先祖がね研究してきたジャズが当然あるしね。白人には白人さんにもそういう何かがある。まあそれはねあるよね。東洋人には東洋人の何かがあるというそういうね黒白黄色というねそういう単位でちょっとものを考えるようになりましたね。なるほどね。そういう意味でもちょっと東洋的なものにね、アプローチしたくなった時もあります。音楽の公式が分かったらそういうもんも引き出していけるもんな。そう面白いよ。と知ったようなことを言っているが、ワイワイのお前が何を言っているかさっぱり分かっていない。いや分かると思うよ。危ねえ。というわけでバークレーで教えてくれることってのはハーモニーとアレンジが中心ですね。なるほどね、ざっくりそんな感じ。うん、ですね。でバークレーで一番最初に習ったことは何ですか？あ、そうですね。まあ当然僕が一番印象深いのが当然ピアノ科で入ってるからピアノ科の先生のとこへ、プライベートレッスンですね。習いに行きます。1年生初めて入って習いに行って。それ1対1で教えてくれるんか？そう、それはもう個人ですね。すげえ。ですよ。ね。あんな大きい学校やのに親切気ままにない、もう今はだいぶ年取ってはると思いますけどねアレックス・エリンというね先生ですけどね、その先生ねサックスまあ本当サックスプレーやねんけどね、ピアノも当然弾けるからね、当然なのかすげえな、1年生入ったばっかりなの僕なんかはね、その先生のところへねちょっと習いなさいってことでね学校の方で振り分けはるからね。で最初に習ったのがどんなかっていうとこうですね、やっぱり251です。251ね。で、1度と7度の音を左手で取って、右手の親指で3度の音を入れる。ね。であとは5度と9度の音を入れるね。こういう感じ。そのまま G7 に移行していって、ね、G7 の1度と3度と7度と9度と13度、そして今度は元のルートトニックの C メジャー7ですね1度と7度と3度と5度と9度これをやるとほらこれが元の音やね、うん、これをいろんな形に動かせるよね、うん、動かせばね、なんかすごいエネルギーが出てくるよね、出てくるね。じゃあワルツやったらいいねね。さあここで終わったら超簡単すぎるよね。超簡単、うん、これを全部ずらして来週までにやってこいとね。そうするとはい、ずらしますよ。ほらずれた。はい、ずらしてね。端っこまでいったらまた上に上がって、うん、ね、こんなふうに。だからね、すべてのキーで251、251ずらして251、251をやってきなさいと。できなさい。それも先生はね、最初の C のキーだけ251でピピピッと紙に書いて、あとはこれずらしてやっといてねっていう。あ、簡単。ピッと紙破って、はいって。え、全部書いてくれないんですか？そんな時間ないもんね、先生忙しいからね。お前らに構っている暇はない。まあ、そんなことないけど、まあ、時間はね、30分しかないからね。あ、30分なんだ。そうですよ。すげえ、30分も見てくれるんだ。そうです。きめ細かい。で、その中で、いろいろ説明して、ね、そうやって、251でした、最初は。で、それが終わったら251のコードを押さえながら、うん、それ何？なんかフレーズを弾きましょう。ああ、アドリブフレーズってこと？うん、あるいは曲やね、例えば。うん、最初はとにかく、そのね、コードを抑えられるようにする、うん、でもちゃんとベースが入った、ね、うん、ルートの音が入ったコードを抑えて、うん、そしてそれにメロディーを乗せて、あるいは、こういうふうなことを教えられました。なるほどね。うん、まあ、ちなみに断っておくと、こいつは今63歳だから、うん、だいたい40年前の授業ってわけで、うん、今は知らんよ。今どうなってるか知らない。まあ、スタンダードな教え方か。例えばほら、クラシックなんかね、うん、100年以上前のショパンはショパンやしね。うん、うん、でも。ほら、日本の学校でもなんか教育全然変わってるはずやで。そうだね。はい、うん。だから今、バークレー行ったらどうなってるか。知るね、うん。でも絶対基本は変わらないと思うよね。だよか、うん、基本変わっとったらジャズの音変わってるやろ。あ、大体それは一緒。スタンダードジャズですよ。スタンダードジャズ、ね。でも今はなんかこういうなんか。うん、ああ、それな。かっこいい。こういうふうなことをおっしゃるかもしれないね。それ何ビート？これは16ビート。16ビート、うん、ファンクっていうかね、フュージョンっていうかね。うん。まあこんなの当たり前でやってると思いますね。うん。そうだね。でもバークレーでもなんか今はもう本当に今から20年近く前でもうすでにヘビメタルの人が多いとか。おお、さよか。ヘビメタルのギタリストのね、ポールギルバートとかね。うん、なんだかな。お前なんかお友達いたよな。ああ、そう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 、それはもうレインボーにいたね、デイブローゼンタルとかね。デイブローゼンタルさん、あれはレインボーで。レインボー。もうね、その後シンディローパーのバックでキーボード弾いてましたけどね。うん。そういう人でも僕らの時代はまだジャズがね結構盛んやったですね。そうか。今はバークリー言ってもロックの方がすごい。ロックほとんどそうじゃん。ロックとか。もちろんヒップホップも入ってるしね、うん、もっといろんな今とにかくジャズっていうのはあれですよ、古いのがジャズじゃなくてね、ジャズだけじゃなくてデキシーランドジャズ、スイングジャズ、ビバップジャズ、モダンジャズ、フュージョンジャズで、その後がね、もうほらね、アシッドジャズ、もうどんどんほら、もうジャズというのはその時代の一番、いろいろあるもんね、その時代の最先端の音楽を取り込んで、どんどんジャズとしてね、なっていくから、ジャズがずっとそのままやったらデキシーランドジャズがまだ今ねなってなあかんやろ。デキシーランドジャズはね、あれはまたデキシーランドジャズとしてレトロとして残ってるよね。そうやね。前はデキシーランドとかの方が好きだね。大好きやな。イエイエイ。これやな。ウェンジャーセンとかいうやつや。楽しいやな。ね、な、そうかと思えばモード。ああ、これもかっこいいね。最近前好きよ、モード。違うよね。でもデキシーランドジャズとかもバークリーでやんの？やらないんじゃないかな。あ、もちろんある。そういう特別な授業があるかも。特別というか、デキシーランドを特に学びたいっていう人は教えてるかもしれません。なるほどね。教養としてね。教養としてね。そう。ただジャズになるとやっぱりモダンジャズが中心だ。モダンジャズが中心。でもワイは聞いた。お前が音楽を学ぶ前に英語学校に放り込まれたことをバークリーで。そうだね。行ってすぐね、先生の言ってる宿題の意味が分からずにね。で、次の週行ったらみんな宿題出してるから「何それ？」って言ったら「え、君分かんないの？」とか言われて、で先生のとこにちょっとホームワークの意味が聞き取れませんでした」って、ちょっとお前危ないからもう一回ちょっと英会話学校行け」とか。よかったな。まあたくさん来てるね、そこにはね。何が来てるか、誰が来てるかって、ヨーロッパ人、ドイツ語とかスペイン人、プエルトリコ人いっぱい来てる。ね、金髪ですよ、金髪で青い目で英語の下手くそな人がいっぱいいるという。ああ、もうびっくりだね。そうなの。この人たちもうベラッベラ英語しゃべるんちゃうから思ったら全然しゃべらない仲間。ちょっと僕の方がうまいんちゃうかぐらいすごかったね。で、最初にそこに放り込まれたという。音楽やる前にお前ようバークリー入れたな。でも一応ね、まあ一応分かっとけということでね、念のために行けって言われてよかったな。まあ役に立ちましたけどね。外人ばっかりのジャズ、外人ばっかりの英語教室もおもろいね。新しいな。新しいね、あれは。あれは面白かったね。というような感じがバークレー時代の僕の1年生のね、まあ思い出と同時に、まあこんなことを教えてくれるということと、それから、実際一番最初に何を習ったんですかね、プライベートですんでね、ピアノの先生からこういうことを習いましたね、251でしたみたいなね。バークリー1年生の時はどのぐらい練習した？バークリー、もちろんもうバークリーとかすごい練習したよ。1日やっぱり3時間から5時間は練習したね。頑張った。まあというか他に行くとこもないしね、ボストンはね、当時はね。寒いしね、寒いし、なんかマイナス何度だっけ？10度、5度10度はね、冬は北海道。そう、北海道ぐらい、網走ぐらいかな。網走で韓国じゃん。そうだね。レッスン室の中へこうこもってね。さあみんな勉強するわ。ボストンって言ったら大学の街やいうのもうなずけるよね。そうやな。遊べないなあんまりね。ああいうところじゃないとみんな勉強しねえよ。そう、最初だからなんか暗いなと思ったけど、それちょうどよかったんだね。勉強しないもんね。遊ぶとこあったら勉強できないよ。そう、夏なんかカリフォルニア行きましたけどね。ロサンゼルスね、夏休み。何しに行ったか聞いてもらって。いや、まあそれ置いといて、まだ今度話する。まあそのロサンゼルスはやっぱりそのなんかね、遊べるよね。開放的だった。いやー。もうそれは全然違うね。だから夏ロサンゼルス行ってね、やっぱりこんなにも違うんかみたいな感じ。だってウエストコーストジャズとイーストコーストジャズと。まあそんなのもあるけどね。まああれもお天気がすごい明るくてね、ああいう青空のところでね、やっぱジャズ弾いたらああいうウエストコーストなジャズの音になるやろうしね。なるほどね。でまあイーストコーストはちょっとね、ニューヨークなんかいつもこうちょっと暗い感じでね、うん、太陽がちゃうね、またね、明るさがね。まあ言ってたよね、ニューヨークの人早口なんでしょ。ああそうやったね、確かね、バカって言われるね、ボストンもそうやけどね、うん、イーストコーストは早口かな、うん、でロサンゼルスは割とこう緩やかいね、うん、触るところかなっていう、うん、イメージでした。はい、まあそういうことでいろんな楽しい時間でした。楽しい時間でした。人に歴史あり、はい、バークレー時代の柴田孔明のお話でした、はい、イエーイ、チャラチャラチャラリン、チャラチャラリン、イエーイ。というわけでね、もうこの曲聴いたらもう締めろってことやから締めちゃう、ヒヒー。というわけでね、今日もね、ここ登録って出るから登録して、わいらとお友達になってくれたらわーいとっても喜びますよ。というわけで、それでは皆様おやすみなさい。